分私じゃなくていいね。余裕のない二人だったし、気づけば喧嘩ばっかりしてさ、ごめんね。ずっと話そうと思ってた。きっと私たち合わないね。二人きりしかいない部屋でさ、あなたばかり話していたよね。もしいつかどこかで会えたら、今日のこと笑ってくれるかな。理由もちゃん話せないけれど、あなたが眠った後に泣くのは嫌。声も顔も不器用なとこも全部全部嫌いじゃないの。ドライフラワーみたい。君との日々もきっと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 色あせる。クラルテチャンネル。